ゲームフリークの増田さんからとっくに届いてます。増田さん、いつも重要な情報ありがとうございます。さて、ポケモンセンターの新しいサービスとは？なんと、ポケモンセンターの中に今まで別々だったフレンドリーショップが入ってるんです。便利ですよね。ポケモンの回復や通信の他に買い物までポケモンセンターでできちゃう。これは便利。さらに増田さんから届いた情報はこれだけじゃありませんよ。まだの重要。バーン出た。マルヒ、マルヒ、すごいのが入っていました。秘密だっていうことですよ。まずは物語の舞台となる一種地方のテレビ初公開映像を3連発。なんだここ、蜂の声。何これ、あれ壁がなんかブニュブニュしてる。もう何これ、甘いのかね。うわ、イケメンじゃん。あー、抜けた。何あれ、気持ちよさそう。あー、すごい。これ大変だぞ。うわ、目が痛いな。これ目痛い。うわー、足場も悪そうだな。すごいな。アイテム見つけた。なっちゃうな、これ。うわ、すげー、映像綺麗だな。これ地元にあるやつ、なんか外国みたいだね。すげーな、これ。おしゃれやな。シャレオーだね。バシャーンとね。いやすげえ。行きたい。一種最高だね。一種地方で新たなポケモンたちとの冒険が始まる。どんな出会いが待っているか今から楽しみだ。そして今日は物語に登場する博士も大公開。あ、綺麗な人。あららぎ博士。うわ、綺麗。博士が美人。あ、なるほどね。撮ってるね。あれなんだこれ。あ、なんかポケモン出てきた。見たことない。何これ。新しいポケモン。そう、今回はシリーズ初となる女性博士が登場。見たことがないポケモンを持っているぞ。さらに、あららぎ博士からもらえるポケモン図鑑。もちろん新しい機能も満載。詳しい情報は入り次第お伝えするよ。もちろん。ポケットモンスターブラック、はい、ホワイトに連れていくと、はい、出会えるのはこれだ。あ、ゾロワ。ゾロワ。ゾロワ。おお。そう、劇場でもらえるセレビーをポケットモンスターブラック、ホワイトに連れていくと新ポケモンのゾロワに出会い仲間にすることもできるのだ。これは手に入れたい。さらに、うん、ゾロワ、ゾロワークの、うん、最新映像もあるぞ。うわ、どこにある？それはこれだ。え、これがゾロワ対ゾロワークのバトル、テレビ初公開シーン。うわ、うわ、まずはゾロワークが怖い顔でゾロワの素早さを下げる。だがゾロワも、あ、嘘泣きをした。嘘泣き、あ、泣いてる。かわいい。なんとどうなる。ゾロワークの特防を下げた。あ、おお。そしてこちらが新技、うん、ライトバースト。ライトバースト、何それ、かっこいい。うわ、おお。ゾロワとゾロワークが使うナイトバーストはレベルが相当高くならないと覚えられない強力な技だ。そして映画連動でもらえるゾロワとゾロワークが最初から覚えてる技がこちら。早く使ってみたい。テレビ初公開、新ポケモン7匹のバトルシーンをお届け。まずはしょこたんお気に入りのチラーミー。スイムウィンター、スイムウィンター、甘いウィンター、叩かれない的な。オマルタイプのチラーミー、連続攻撃のスイープビンタは威力抜群。続いての新ポケモン、シママの繰り出す技はワイルドボルト、電気。ボルト、やっぱ電気だ。やっぱり正解だ。稲妻的な感じだもんね。強そう。あ、強い。電気タイプのシママが繰り出す技ワイルドボルトはとっても強力だが、技の反動で自分もダメージを受けてしまう。3匹目のムンナは動きに注目。うわー、ムンナどんな浮いてんの。浮いてんのか。意外だ。全然意外。飛んでるんだムンナ。夢を現実化する能力を持つムンナ、相手を宙に浮かすテレキネシスという技が使えるぞ。あ、これ大事だよ。続いての新ポケモン、メグロコも個性的。ダメ押し。あー、なんかみんなずっと動いてるから可愛いな。地面、アクと今までになかったタイプの組み合わせを持つメグロコ。進化
相手を倒すと攻撃が上がる特性自信過剰が特徴的。続いての新ポケモン、マメパトの特性は、マメパトだ、ハトムネ。特性ハトムネは技などの効果で防御を下げられることがないぞ。迫力満点の新ポケモン、ヒヒダルマは炎なのかな、炎のパンチだ。あ、炎の、炎だ、得意そう、パンチ系だ。俺はパンチ系、あの炎系ね。スター、うわ、俺使いてぇ。あ、そうよ。ヒヒダルマの特性は力づく。技の追加効果が発動しない代わりに攻撃の威力が上がるのだ。そして7匹目の新ポケモン、ギアルは、いや待って、かわいい、すごい意外なんですけど。かわいいとかじゃねえだろ。あ、痛そう、挟まれたのかな。うわー、痛そう、痛い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 。ギアルが繰り出すギアソーサーは2つのギアで連続攻撃する技。今日紹介した7匹の新ポケモン、どれも欲しくなっちゃうよね。